棚に並んでいる袋の中には落花生が入っています。遠州古落花と言います。幻の落花生と言われています。それをピーナッツバターにした人がいます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。浜松市で落花生を生産しピーナッツバターを作っている杉山さんです。アメリカに渡り会計士として働いている時でした。1904年のセントルイス万博で遠州のピーナッツバターが金賞を受賞したという新聞記事を見つけました。ふるさとの名前を見て感動しました。遠州古落花というその落花生でピーナッツバターをもう一度作ろうと4年前に帰国しました。実際帰国した時には遠州古落花を作ってる農家さんがいなくて、で、まあ、いないなら自分で作ろうと思ってそこから始めてみました。遠州古落花は種で継がれてきた在来種ですが収穫量が少ないため栽培する人がいなくなっていました。わずかに残っていた種を分けてもらいました。これが遠州古落花ですね。はい、そうです。特徴はどんな特徴ですか？特徴がですね、他の落花生に比べて実がだいぶ小さくなりますね。注文を受けた分だけ特注の機械でゆっくり焙煎します。熱を冷ましてペーストにすればピーナッツバターが出来上がります。プレーンですね。お砂糖も何も入ってない、はい、このくらいでいいですか？はい、はい、いただきます。ん、香りとこのねっとり感というか噛み応えは初めて体験しました。昨年1月から販売、朝一や限られた店、そして電話注文での販売も始まりました。浜松市の朝市で杉山さんのピーナッツバターの試食会が開かれました。評判を聞いて和歌山県から参加した人もいました。ファンが増えています。遠州古落花世界一なりという時代をもう一度作りたいです。100年の時を超えて遠州のピーナッツがもう一度世界一を目指します。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。